なにわ男子の高橋恭平と大橋和也が、12月2日放送、巷の常識ちゃん、毎週金曜夜7時から8時、カンテレに登場。関西にある、型破りなピザ屋さんをリポートする。当番組は、横山優と見取り図が MC を務め、世の中に溢れる様々な、常識、を独自の目線で調査するバラエティー。高橋、お互いポンコツすぎて、二人が登場するのは、常識を覆す型破りな人やスポットなどを紹介するロケ企画、型破りちゃん。大橋は今回が、巷の常識ちゃん、初登場となる。高橋は、同じくなにわ男子の藤原丈一郎と共に兵庫、淡路島のレジャースポットを巡ったロケ、2022年4月29日放送、以来2回目の出演。バル、オープニングでは、高橋が、丈一郎くんみたいな素晴らしい MC に比べると、お互いポンコツすぎて、と今回のパートナーに早速不安を漏らす。これに、誰がポンコツやねんとすかさず突っ込む大橋だが、グループで1、2を争う、まとめられない2人、なので、わら、という高橋の自虐を込めた一言に大爆笑、そやな、と素直に納得し、なにわ男子らしいほんわかトークでロケがスタートする。大橋の食べっぷりに横山優も笑顔。2人が訪ねるのは、京都、大阪、神戸にある3つのユニークなピザ店。京都では、見た目のインパクトが強烈なピザに二人が思わず絶叫。大阪では、焼かずに調理する斬新なレシピが評判のピザを初体験する。そして、神戸ではグルメロケにもかかわらず、なぜか険しい山道をひたすら歩くことに、ほんまにお店あんの、とぼやきながら二人は山奥へと進む。さらにリポートでは、自称、ジャニーズナンバーワンの大食いこと大橋が豪快な食リポを披露、めっちゃうまい、とピザにかぶりつく見事な食べっぷりに、スタジオの横山も、めっちゃ食うやん、ええなー、と笑顔。そんな大橋の姿を、高橋が、わんぱく、これが大橋和也です、と、楽しげに実況するなど、二人の仲の良さが存分に伝わるロケを繰り広げる。バル、高橋&大橋ロケ後コメント。ロケを終えて、高橋は、京都、大阪、神戸と3カ所も行けて楽しかったです。美味しいピザも知ることができて、山も登って、盛りだくさんでした、とコメント。大橋も、ピザが大好きなので、ピザのロケって聞いた瞬間、大喜びしました、わら。昨日、たまたまピザ頼もうかなと思ったぐらい食べたくて。それぐらいピザを愛してやまない時に、ピザのロケと聞いたので、ガッツポーズしました、わら、と、大好きなピザロケを大満喫した様子。今回、巷の常識ちゃん、初参戦となる大橋は、スタジオにいる横山と中間、純太、に、ピザの大きさのように広い心で、そして広い目で、僕たちのロケを見てほしいなと思います、わら。少々至らない点もあるかと思うので、そこはいろいろアドバイスいただきたいです、とメッセージを送った。最後に、高橋は、京都、大阪、神戸と3カ所も回らせてもらったり、なぜか登山もしたり、何よりピザだけじゃなくスペアリブも食べられて、盛りだくさんでした。見てくださる皆さんにも楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。大橋は、ピザの常識を覆すような内容となっているので、ピザ好きの方はもちろん、あまりピザを食べたことがない方々も、この番組を見てピザについてもっと知ってほしいなと思います。最後は、歩いた先にこんなに美味しいものがある、という、まさに人生と一緒ですよね。険しい道のりを歩いて皆さんの夢が叶うという、そんな思いも込めて僕たちはロケに挑んだので、皆さん、ピザのように温かい心と大きい心を持って見てほしいなと思います。ぜひご覧ください、とアピールした。